この人が、まあ、今でもイラストレーターでいろんな少女の絵を描いてる人なんだけど、いいねいいね、この人がその目の中に歓楽街みたいなのを最初に描いたわけ。目の中に歓楽街、街があるの、夜の街があるの、うん、だってこの時期に登場したので、もうちょっと面白いのはこの下にいると先生の、僕らは窓目って言ってるんだけど、目の中に窓があるっていう。あ、本当だ。うん、窓がある、このこういう目の中に窓があるタッチが当時大流行して、あったよね、あポップテレピックだ、元の黒いに戻した、うん、せっかくだからちょっとさ持ってきてくれたさ資料とかさ見せながらちょっとじゃあ、うん、そうだね、ざっくりここまでの解説を簡単にじゃあその少女漫画の流れを説明します。はいはいはい、はい、まあこれ手塚さんですよ。でこれは、はい、千葉哲也先生、はい、まあ、じゃあ2人とも初期少女漫画描いてて、じゃあしみちゃん、うん、ちょっと、はい、こうちょっと、まあ、見えるかな、うん、はいはい、でこの当時の一つの特徴としてですね、はいはい、こう目の中に十字架のような星がある、はい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 、そうです、うんうん、でこれは石森さんもやってます。おお、うん、そうなんで、石森さんの初期の少女漫画はこんな感じ。マジっすか、そうです、知らんかった、十字だね、十字でしょ、うん、でこの十字をさらに突き詰めたのが水野秀子先生で、どれどれ、まあ、ちょっとこれちっちゃいですけど、これ、はいはい、本当にただの十字しか入ってないみたいな怖っ、うん、そう、うん、ただ水野秀子先生のがやっぱり女性なんで、例えばこのドレスのこうドレープとか、やっぱりこういうなんだろう、女の子の憧れそうなラインをすごい描けるんですよ。あ、うん、この十字目はさ、ストロキューターに行くよね、うん、あ、まあ、アタックのバンドとかに行くけど、ね、あの辺まで行くよね、うん、そう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 、まあだからこれの流れで例えばこう細野道子先生とかいるわけです、こういうのね、あとまああのアタックナンバーの浦野千佳子先生とかもこう目の下にこう歯が生えてるみたいなとかあるんですけど、でこれと同時期ぐらいにちょっと少女漫画で革命を起こしたのがこの高橋真琴先生って、うん、もうこういうの嬉しいね、へえ、うん、この人が、まあ、今でもイラストレーターでいろんな少女の絵を描いてる人なんだけど、いいね、いいこの人がその目の中に歓楽街みたいなのを最初に描いたわけ、うん、目の中に歓楽街、うん、街があるの、街がある、夜の街がある、夜の街があるの、うん、夜の街を見てるのか、そう、70年代だね、うん、で、うん、これでそのこっから過度な少女漫画表現がガッてこう始まったそれでか、それで目にいろいろやりすぎる感じになってくる、光とかを最初に入れたのも高橋先生の、あ、うん、そうそうそう、でこの流れっていうのと水野秀子先生の流れっていうのがこう割と分かる、水野さんはまあシンプルだったね、そう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 わけだね、でまあこういうなんていうのかな、こうなってくんだ、目がこんな感じでこんな感じで光が入ってる、まあ、でかすぎる、横に行くやつね、そうそう、これ永井豪先生がこうなるね、横に行く、あと柳沢先生もこういう昆虫や、昆虫やばい、細川千恵子先生とかこうガーってこうまつげがね、まつげが、うん、こう横に、あ、松本零士も横に行くよね、うん、であとこの時期に登場したので、うん、もうちょっと面白いのがこの石谷由紀子先生の、はい、僕らは窓目って言ってるんだけど、目の中に窓があるっていう、あ、本当だ、うん、窓がある、このこういう目の中に窓があるタッチが当時大流行して、あったよね、あったでしょ、あった、上原紀美子先生とか、うん、あの西原勝利、うん、この辺がまあガッて始めて、でもこれって意外と、ね、表情つけづらいんですよ、そうだね、うん、だから、うん、割と早く消滅した、ポップテレピックだ、ポップテレピックだ、昭和50年代頭ぐらいにはぼちぼち消滅したタッチなんですけど、でもこの西谷義子先生ってのも元祖はこの人もやっぱりね、石森さんなんですよ、へ、初期の頃は石森さんはそっくりだから書いてて、そうなんだ、でもこの人はね結構レジェンドなんだけど、意外と今評価が低いんで、ちょっとかわいそうな人、へ、うん、猫もやばい顔してるでしょ、ね、やばい、猫これ下手だと思うんだけどあのね、あれなんですよ、じゃ猫ちょっとじゃ西谷義子先生っていうのは結構ね、かなり奔放なエロスを書いた人なんですよ、あ、そうなんだ、でね、ちょっとね、それが、うん、まあなんだろう、水野秀子先生とかの勘に触ったのかもしれない、あ、そうなの、水野秀子先生っていうのはやっぱりこうなんていうのかな、こう格調の高い少女漫画を目指していたので、あ、じゃあちょっとテラさん入ってるからね、そうですね、彼女はちょっとこう裸の女の子とかかなり色っぽく描いたりとかしてて、そういう人なんだ、そうなんですよ、だからそういう意味では素晴らしい人なんですけど、うん、ただちょっとなんかこう、うん、今当時はやりづらかった、うん、でそのちょっと後ぐらいにこの、まあ、これは八代雅子先生っていう、八代雅子先生か、そう、この人はもう本当にすごいレジェンドなんですよ、でこの人の絵の元ネタっていうのが、うんね、うん、この人の、まあ、なんていうのかな、そのじゃ萩尾先生の絵の元ネタはこの人なの、え、そうなの、うん、出だしの萩尾さんはもうこの絵似てるの、うん、でこの人が初めてそのなんていうのかな、女の子がかなり自立していて、うん、いろんなことに疑問を持ってる少女っていうのを描いたの、はあ、
だから少女漫画家には圧倒的に支持されてたんだけど、絵が地味なんで、うん、いかんせんあんまり売れなかったんですよ。へだけど当時の少女漫画家はみんな八代さんが好きで、へ三内鈴先生も初期は八代さんそっくりだった。そうなんだ、うん、レジェンド中のレジェンドなんです。研究が進んでいる、うん、そうそう意外とすごい。だからめちゃくちゃおしゃれじゃないですか。そうですそうです、今見ても上手なんですけど、うん、まあでもこの流れでこういう感じになってって、まあ萩尾先生はもうちょっとそれに少女漫画の華やかさを足してるんです。いやいや本当そうね。髪とかもトーンなんですか。これは多分ね、なんだろう、トーンかな、インスタンテックスな気もしますけどね、うん、トーンかもしれない、うん、でもとにかくその当時の少女漫画の絵のレベルが低かったんだけど、八代先生だけはすぐちゃんと背景もパースがしっかりした絵を描いていて、漫画家が見ればうまいって分かるんだけど、一般の人が見るとなんか地味な絵っていう、さっきのあのすごい歓楽街の目があるんで、あれにはかなわなかったみたいな。なるほどね、っていう状況があって、そしてでこの流れでこういう感じから倉持先生に行くんですよ。もうね、でも倉持先生のことはね、うん、外せないよね。そうで倉持先生っていうのは外せない人ばっかりじゃないですか。そうなのよ、うん、いやでも俺は詳しく喋れないんで、うん、ぜひ、まあ、倉持先生っていうのが、うん、まあなんていうのかな、やっぱりすごくその少女漫画のレベルを上げてるんですよ、この人ね、うん、まあなんていうのかな、少女漫画の中に初めてそのアイドルのようなかっこいい男の子を描いたっていうのが最初なんです。あ、白いアイドルっていう漫画で野口五郎そっくりなキャラクター描いてブレイクするんだけど、それまではすごい地味な漫画を描いてたんだけど、うん、そこから急にかっこいい男の子がいてガンって売り出して、うん、少女漫画イコールかっこいい男の子が売れるっていうのを最初に気づいた人。おー、これはすごいイノベーション。すごいそれ、うん、ものすごいレボリューションですね。そうなんです。それ誰もやらんかったんや。うん、それまではなんかその編集者も分かんなかったんですよ。あ、どういう女の子がかっこいい男の子を描けばギャーってなるんだっていうことをあんまり分かってなかった。へ、うん、だけど倉持さんが描く男の子にみんながガーって飛びついて、まあ一条さんもそうだったかな、うん、一条ゆかりさんの描く男の子も飛びついたんだけど、よりその倉持さんの描く男の子が当時のアイドルしてたのよ、うん、例えばこう野口五郎とかヒロミとか相崎慎吾みたいな、ああいう男の子を出してみんながわーって飛びついて、うん、それから別までこう牧村悟先生とかもそういう路線に行き、うん、なんかある種その時代が来たみたいな。なるほど、うん、それまではじゃあ少女自体が主人公だった。そう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 。でその人間関係、少女対少女だったりしてたんだが、うん、でもそれはあくまでね別間の流れなのね、うん、でリボンだとそのさっき言ったその陸奥英子先生とか出てきて、こう可愛らしい漫画いわゆるその乙女チックと言われる乙女チックで、もうその彼氏が、うん、あの彼氏のために女の子はセーター編んであげるみたいな漫画が多かったんですよ。必ずペットが出てくるよね。ペットが出てきて、まあ今読むと女の子はあまりもかまとでびっくりするんだけど。そうだね、うん